お札博士、スタール・フレデリック・スタール・アメリカの人類学者であり、日本では、お札博士として知られた人物である。また、松浦武四郎の最初の電気執筆者であり、土族玩具の収集家でもあった。著者名として、トーミレーデン、リク・ヒサシ、ジョーノ・ユーの表記を用いたことがある。ニューヨーク州オーバーン市に生まれる。1882年に、 ロチェスター大学で学位を得て、1885年に、ラファイエット大学で、地質学における、博士号を取得、アイオワ州の高大学で、生物学を教えていたが、アメリカ自然史博物館で、地質学の学芸員として、働くようになると、人類学と民族学に興味を持つようになり、 博物学者のフレデリック・オード・パトナムの推薦により、アムネの動物行動学コレクションの学芸員に任命される。1888年から翌年にかけては、シャトーカ協会の記録係として、ニューヨーク北西部の人類学調査に携わる。1889年から1891年まで、アムネの民族学担当の学芸員であった。社東カ 教会のウィリアム・レイニー・ハーパー会長がシカゴ大学の学長に就任した際、スタールを人類学の助教授に任命し、1895年まで勤めて在職権を得た。1905年から1906年にかけて、アフリカのコンゴ自由国でピグミー種族など28種の民族について綿密な研究をし、1908年にはフィリピン諸島で 1911年には韓国で人類学調査を行っている。さらに1912年には当時最も危険な地帯と考えられていた西アフリカのシエラレオネ、リベリアなどで暮らした。スタールの日本との関係は1904年2月9日、つまり日露戦争開戦の前日に始まる。戦意高揚の中にある日本人を目撃しスタールは共感を抱いた。 彼の来日した目的とは、ルイジアナ購入100周年の記念事業として、セントルイスで開催されるマンクニヒロ人類学参考館に生きた展示品として、アイヌを何人か連れてくることにあった。この使命のためにスタールは、英文で書かれたアイヌ研究の論文を手に入る限り読破し、そこで、松浦武四郎の著作を知る。以後10年間、彼は、 松浦武四郎の人物に取り憑かれ、1909年、1913年、1915年と来日を繰り返す。1916年には、松浦の生涯を綴った、電気、ザオールドジオグラファー、松浦武四郎を出版した。最後の16回目の来日は1933年の7月であり、そのまま、満州、朝鮮を訪問し、 8月に東京に戻ってきた直後に発病し、3日後に他界している。ベルギーとイタリアから勲章を授けられ、日本からは随放章が授与された。シカゴ大学の人類学部には、スタール講座が今も残されている。スタールの遺骨は富士山六摩市口に埋葬されている。着物姿のスタール着物姿で人力車に乗るスタール。 1925年、スタールの日本研究の範囲はユニークかつ幅広く、アイヌ、松浦、武四郎以外では、なぞなぞ、えときひな祭り、祭り者の出し、かっぱ信仰、農札、富士工、看板、だるま、語、将棋、看参りにまで及ぶ。特に農札に関しては、マニアのレベルに達し、自分の名をもじって、女王の言うとすられた農札を、 日本各地への旅行に持ち歩き、神社仏閣に張りまくった。この行為がスタールを、お札博士と呼ばせ、日本の知人に親しまれた理由であった。彼の足跡は、東海道、四国、九州、東北に残され、富士山には5回も登山し、基礎竹にも登っている。四国遍路も二度巡礼した。二回目に来日した時に、帝大教授、 つぼい五郎に世話してもらった、駒込西片町の家を根拠地とし、修古会のメンバーや、我がラクタ州という関西のサークルと接触し、収集品の交換や、東海道中日ざくり芸の臨行に参加している。新日課としてのスタールの面目は、本国アメリカで発揮される。1922年には、シカゴ大学で、富士山に関する展覧会を開き、 1924年にはアメリカ議会に提出されていた排日移民法案を批判し日本人のみに適用される移民法は人道と建国の精神に反すると訴えた同時に日本国民に対しては日本は親善のために国際社会に対して常に情報してきたがそれは誤解を生み軽蔑を招く排日移民法に対して なぜ日本の政党を正々堂々と主張しないのか、といった苦言を呈した。1930年代に満州事変、第一次上海事変を受けて、日本へのアメリカの世論が降下すると、一人で南部、中西部の諸州を巡回し、日本の立場を極力弁護した。ありがとうございます。